テム2000型電車は台湾鉄路管理局の中長距離用車体傾斜式交流電車である。テム1000型電車に続く第2弾であり、東武幹線での休日を中心とした旅客輸送需要逼迫への対応と台東線複線電化後の車両需要を見越しての導入となる。2013年より広し有名号として営業運転についている。 台湾高速鉄道の恩恵を享受する西海岸と比べて、東海岸は大都市も少なく急峻な地形で、高速道路はギラン県までしかなく、在来線鉄道も複線電化区間はカレン駅までにとどまっていた。太城角号の登場でカレンまでの増発と高速化は実現したものの、カレン以内へは客車列車や機動車列車を除いて乗り換えを強いられるなど、 東武幹線の南半分である台東線沿線では高速化の要求が日増しに高まっていた。当初は非電化のまま車体傾斜式機動車特急を導入予定であったが台東駅までの伏線電化が前倒しで決定されたことで配備の意義が薄れたため円高要因で延期されていたテム線型電車の増備分48両の入札と合わせて二千十年に三十六両の 車体系車式列車の入札が行われ、日本車両製造、住友商事連合が、日立製作所、丸紅連合を破り、総額約300億円、17編成136両を受注した。その後2014年12月、政府交通部は統計式に編成16両を、住友商事、日本車両製造連合に発注することを決定し、2016年2月の、 旧正月に投入された。なお、合わせて、同数のテム線型も同時に追加発注される。シングルアーム式パンタグラフ静止インバータ ND-742M 型台車 ND-742T 型台車この車両は、設計最高速度は時速 150km、営業最高速度は時速 140km となっている。 新幹線への700系電車などで採用されている台車の空気バネを利用する車体傾斜システムを搭載する。テム線型電車と同じくアルミニウム合金製の構え体ではあるが、塗色が赤系統になり、乗務員用扉の追加、中華製用接中の大型のトラロゴなどの際が見られる。座席は台湾のかゆたか機械設計工業が納入している。 対中高本形式列車は、全17編成34組136両、最初の2編成4組16両が2012年10月、落成し、2013年春節前に、東武幹線での営業運転に投入された。残りの15編成30組120両は2014年までに、随時投入となる。本形式は、東武幹線営業運転に優先投入され、 台北地区と台東駅間を現行より約1時間、短縮する最速3時間半程度で直通する。少数が西部幹線下吉井北に乗り入れ、現行保有の太白覚号48両とともに、東部幹線の輸送力と速度向上、直通化に使用される予定で、喫緊の課題である座席供給不足解消に寄与するものとなる。配備後は、 東武間戦時競合の主力が、車体傾斜車,車両に置き換えられ、現行主力車種の DR2800 型 DR3100 型機動車列車は、運行区間短縮、または、非電化区間への転配、一部は、内湾線や収集線などの支線区での、サービス向上策の一環としての区間車として、運行を継続する見込みである。大鉄は、仙台の手無線型電車と同様、 列車名について、愛称を公募した。この活動は2段階で進められ、第1回として2012年5月24日から6月5日全国での告知活動の結果、応募総数2214通となり、審査委員会が3回、バラン、明日朝日、豊たか年、乱遊、鉄花、大のまり、諸行、宝相、広し夢、トラン、カロラン、地方、ン、日。 東の星、東の、東方、東海岸、南東、紅葉など20の候補を選出し、第2段階へ入った。第2段階は、インターネット投票と専門家の選考を50%ずつの比率で構成され、2012年7月5日から20日に、インターネット投票では、最終的に、広し夢う号が締め切り当日に8778票で2位の、 大野マ七千八7827票に大差をつけて採用された。2012年7月26日、専門家の選考を経て本形式は広し有名号と正式に命名された。ありがとうございます。